お待たせしました。はい、レコーディング開始できました。すみません。今日は、プロの手順を一通り一緒に確認するっていうことがメインなんですけど、その後、みんなの自動翻訳のツールとか、用語の共有について少しお話ししたいと思います。それで、みんなの自動翻訳の方から、内山さんにも参加していただいてますので、皆さん遠慮なくご意見いただけたらと思います。画面を共有して作業をするんですけども、いわゆるライブコーディング的なことになるので、いろいろちょっと手順がバラバラだったりとか、するかもしれないんですけど、その時は、ぜひコメントとか、適宜質問も、してください。はい。では、こちらの、近藤さんに作っていただいたフローのところ、1から順番にやっていきます。1番、フォークですね。で、フォーク、皆さんされたことあるかもしれないんですけど、ちょっと私のアカウントはもう、フォークしてしまってるので、ちょっとテストアカウントを作りました。で、今、画面上に、ファブリックドック i18n のリポジトリが表示されてますので、ここフォーク、あります。これをフォーク押すと、こんな感じで、丸ごとコピーができましたと。ですね。で、フォーク元はここに書いてありますので、それがコピーされました、フォークされましたよということです。で、これを、フローの2番目、クローンするんですけど、HTTPS ですか、おそらく Linux、Linux じゃなくて、ハイパーレッチャーのコミッターになっている方は、SSH でクローンとか、プッシュとかいろいろすると思うんですけど、まだの方は HTTPS で。で、ここで、怖いですね、リアルでコメント入れるのは。はい。で、できましたと。で、こんな感じですね。ここからどうするかっていうと、今2番までできたので、3番、ブランチを確認します。今、クローンしただけなので、ブランチはマスターです。でも、翻訳の作業、メインの作業にするのは、リリース2.2ブランチなので、ここをフェッチしないといけないでしたっけ？この辺のコマンドの使い方は皆さんの方がよくご存知な気がしますけど、何で持ってこようかな。美人ですね。ブランチ。これで取れるのかな？どっちがどっちでしたっけ？間違えた。何でしたっけ？チェックアウトです。チェックアウトでしたっけ？今何て書きました？私。ブランチって書きました。すいません。はい。で、リリース2.2ブランチが、手元に来ました。一応確認しましょう。ありがとうございます。2.2ブランチを見ると、ここですね。
この、ログがちゃんと来てますと。はい。それで、コードが手元に届きました。ので、これを、作業ブランチ作ります。私は今、インデックスをいじろうとしている、インデックス RST ファイルをいじろうとしているので、まあ、こんな感じで。新しいブランチを作ります。はい。できました。で、ここのブランチで、まあ、いよいよ翻訳をしていくわけですけども、その前に、一回ビルドしましょうと。スフィンクスですね。まあ、ちょっと、フローでは、この GitHub から、リードザドックのところにこう出てるんですけど、RST ファイルとかの編集したやつがちゃんとできてるかどうかの確認は、リードザドックに上げなくても、手元のマシンで、ビルドというかメイク、HTML を作ってしまえば見えますので、それを一回ちょっとやっておきます。こう追加してもいいかもしれないですね、スフィンクス。で、スフィンクスは、のインストールは、皆さんの環境でいろいろ、あると思うので、そこは入れて、適宜入れていただいて、で、ちょっと、コピペさせてください。私はこれでやってます。このバージョンが入ってます。で、ここで大物にメイクでよかった。違う。今、この、カレントディレクトリは、GitHub 上、Git 上では、このパブリックドック i18n の直下なんですけど、作業するのは、実際作業するのは、ここですね。日本語ブランチ、日本語フォルダの中に、こんな感じで入っているので、ここで、スフィンクスの、ビルドをします。確かこのままでいけたはず。ざーっと流れます。なんかエラーとか出てるんですけど、まあ、そのうちなんか考えます。チェックします。ので、今気にしないでください。そうすると、ビルドディレクトリができるので、こんな感じでできましたと。で、x.html ですね。こうしてみると、微妙に本家というか、この横に。これが、本家、大元の、リーザーダドックのレイアウトなんですけど、手元でやると、ちょっとだけ、なんとなく、こう、隙間が右側に、左が詰まっちゃうみたいな。まあ、でも、ページ自体は、綺麗に、見えてれば問題ないと思いますので、そこはあまり気にしなくていいと思います。はい。こんな感じで。できましたと。で、実際、いじるファイルを見ていくんですけど、JJP の中のソースフォルダーに、対象のファイルがドワッとあります。まあ、これ全部一人では到底無理なので、皆さんのお力をお借りするわけですけども。まあ、トップページになるこのインデックス RST はこんな感じですね。まあまあだいぶ違いますね。けど、まあいわゆるマークダウンなので、慣れていけば、
なんとなく見えてくるのかなって気はします。私もRSTF初めてなんですけど。で、これをここにまあ直接翻訳の日本語を書いていただいてもいいですし、量が少なければ、まあ、でもなかなか大きなファイルが多いと思うので、一旦何か別のツールでに置き換えてやった方がっていうので、今回検討していたのがこのみんなの自動翻訳さんの、サイトです。で、これもログインしてあります。で、ここに、ファイルなりデータを読ませて、あ、ちょっとフローで見ますね。ここですね、今しようとしているのが。の5番です。ファイル化テキストを、テキストラさんの方に入れて、で、そこで翻訳をかけて、で、それを戻して、まあ、プルリクの準備をしていくんですけども、まあ、なぜこれを使ったかっていう一つの大きな理由は、言葉の共通化をしたかったんですね。っていうのが、すでに、どこだ？こちら、皆さんご存知かと思いますけど、ハイパーレチャファブリック基礎のトレーニングコースで日本語の翻訳をもうされてるのですね。なので、できればこの日本語に合わせるのが一番いいんじゃないかというので、ここの情報を取り出していただいた用語集と表現集が、こちらになります。で、確かにこのままではちょっと使いにくいところもありまして、で、ここはまた後でご相談なんですけども、まあ、一旦そういう流れで、やろうとしてますというご紹介だけしておきます。で、まあ、これをみんなの自動翻訳さんで使うときなんですけども、こちらのサイトでは RST ファイルはまだ対応されてないので、スフィンクスはこんな感じですね。今ここまでデータがあります。で、これを、まあ、POT まですれば、みんなの自動翻訳さんでも読めるようになりますと。まあ、PO でもいいんですけども。なので、一旦ちょっと POT ファイルを作ってみます。で、これ。このコマンドでいけるはず。これ、ゲットテキストあったかな？すいません、独り言が多くて。ゲットテキスト作らないといけないのかな？すみません。どなたかゲットテキストを作るコマンドをすぐ出てくる方いらっしゃいますか？ちょっと調べとくの忘れました。だいぶ前に。これだと多分いらんなっちゃう。メイクゲットテキストだと思います。メイクゲット、ゲットテキスト。あ、ゲットテキストで。はい。あ、メイクですね。あ、すみません。ありがとうございます。あ、素晴らしい。できましたね。テキスト。はい、これで POT ファイルができました。まあ、一旦ちょっと見てみましょうか。どんなファイルか。これが RST です。これはこうすればいいのかな？ソースじゃなくて、ビルド、テキスト、そうですね。はい。
こんな感じで RST、こちらの RST が、POT に変換されました。まあ、この辺、よく、なんか、環境のあれがあったりして、本当に、翻訳したいのはこの下のとこですね。ここが、この1行ずつが、ほぼ1行ずつがこう抜き出されて、元のデータ、その変換後のデータみたいな形で表示されてますと。で、これを、まあ、ちなみに、さらに PO ファイルにするとどうなるかっていうのがさっきのコマンドで良かったと思うんですけど、はい、こんな感じですね。パッと見てなんかよくわからなかったんですけど、よくよく見たらこう細切れになってる感じで、これって逆にどうなんだろうなっていう気はちょっとしてまして、ちょっと細かく分けすぎ、文の途中で切れちゃってるので、これってどうなんだろうと思いながら見てましたけど、はい、こんな形になりますと。で、この今できたファイルを、みんなの自動翻訳さんに読ませます。で、読ませる前にですね、先ほどの、ごめんなさい、こっちか。これですね、Linux Foundation トレーニングコースで から抜き出してきた、用語集と翻訳、こっちが用語集か。こっちが用語集で、何でしたっけ、表現集かを、このみんなの自動翻訳に設定するんですけども、それをどこで設定するかっていうと、ここですね、翻訳データっていうところで、大訳集まず選びます。で、新規登録で何でもいいので、リックとかつけて、言語方向はこれちょっと双方向に矢印になってるんですけど、左から右ですね、英語から日本語、まあ、提供はまあ許可でいいでしょうと。で、検定公開はしなくていいですね。で、これで一応名前を一旦登録して、で、こう戻ってからのこの名前を選んでファイルを取ってくるみたいな形ですね。で、ここでファイルを選択します。で、私は今、これ、中身バレちゃうんですよね、いろいろ。で、ここにファイルが、フォルダがあるので、これを選びます。選択。で、登録。すると、まあ、なんか処理されてるみたいですけど、こんなに大きいファイルじゃないので、おそらくすぐできます。で、もう一つの用語集の方も登録します。あ、これも名前つけないといけないですね。で、OK して、で、ここでファイルを呼び出しますと。ですね、実はさっき私この用語集ちょっと変更しました。今 GitHub に上がってるのは、おそらく一番最初の列が数字になってると思うんですけど、それはいらないやつだったので削除しました。後で更新します。じゃあ選択して、で、
登録。はい。で、すると、あ、これは対役種、今さっきアップしたやつはファイル処理完了しましたと。こっちも用語集も完了しましたと。ここまでが前準備です。で、ホームに戻って、で、こっち翻訳エディターですね。あ、推奨ブラウザ、Chrome と Firefox なんですけど、すいません、今私サファリで開いてます。まあ、さっき動いたので大丈夫だと思うんですけど、そうすると、あ、ごめんなさい、もう作っちゃってるのがありましたね。新しく作りましょう。作業フォルダ、まだ何にもないときは、初めてのときは、作業フォルダっていうのだけあります。けど、まあ、新しいの。あ、で、ここで、このフォルダーで、適用する、さっきの言語、用語集とかをここで呼び出すんですけども、これですね。あ、今私、この選択ボタンを押しました。類似文検索のシステム、あれ、翻訳者データ、ここじゃなかったか。これ、どこだった。辞書引きだった。辞書引き。すいません、言語方向へ日にしてください。あ、これ、あ、わかりました。ありがとうございます。これで、あ、できました。ありがとうございます。ここですね、フォルダー情報の翻訳エディター機能の言語のところで、英語から日本語にすると、選択し、さっきの登録したやつです。ハイパーレッチャーファブリックが出ますと。で、辞書、用語ですね。用語も、ファブリックワーズがあって、で、ここ、システムデータは、まあ一応置いときましょうか。このまま OK すると追加されます。あ、内山さん、一つお聞きしてもいいですか？はい。ここの、翻訳エディターの機能、この設定で、はい、優先順位ってつけられますか？これ、例えば辞書引きで今こう3つ選択されてますけど。あ、それ、全部出ます。あ、全部。あ、そうなんですね、はい。どこが優先的っていうわけではなく、そのあるものから引っ張ってくるみたいな。はい、そうです。わかりました。はい、ありがとうございます。で、一旦これで OK します。で、ファブリックインデックスフォルダーができました。で、ここにファイルをアップロードして翻訳をさせていきます。で、呼び出せるファイル群が今ありますので、ここにちゃんと POD と PO があります。ので、言語、英語から日本語。さっき、クローンしてきて作ったやつは、まず POT からちょっと見てみましょうか。で、OK。で、ちょっと新規で登録するでよかったか。タイトル。あ、すみません。同じ名前のがあるってだけで、多分新規で登録していただければいいと思います。あ、わかりました。じゃあ、私はさっき、テストで編集したやつと同じだからって多分、ね、そう単に同じ名前のがあるよってことだけだと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ新規、で少し待ちます。はい、出ました。こんな形で、先ほど1文ずつ抜き出されているやつ、こっちが原文で、
翻訳後のデータがこっちですね。で、まあ、このまま編集もできるんですけど、そうじゃなくて、これだと本当にテキストをゴリゴリ書いていくだけなので、この翻訳ボタンをクリックすると、もうちょっと細かい情報も見れます。で、これ上が原文、下が翻訳文ですね。で、どこだったかな？これかな？違うな。ごめんなさい。こっちか。この TM っていう、その、文章の、文章をクリックして、TM ボタンを押すと、こんな感じで参照元が、こう出て見えますので、これ結構いいかなと思います。で、まあ、パッと見て問題なければもうこのままやっていこうかなと。あ、で、そうですね。ここでレイアウトが見れないので、どれを翻訳するかしないかみたいな問題はあると思うんですね。で、私はこのインデックスページで、例えばこの文章、これどこかっていうと、ここですね。この文なんですけど、これまで日本語にするかなみたいな、しなくてもいいんじゃないかなみたいな感じで、これは例えばもし原文だったら原文、ここですね、原文時間そのまま使いますみたいな。ので、やります。あとは、ここですね。ここの、一番下の文章の原文のとこ見ると、このコロンドックコロン、これは RST の、 記号というか、記法なので、これはこのままはコピペしちゃうと多分使えないんじゃないかと。スペースも入ってませんし、はい。いうことはあります。で、ここね、ちょっとだけ日本語が変なんで、な気がしたので、私が昨日ちょっといじったやつを。まあ、こんな感じで、まあ、もしに、自動翻訳でちょっと変だったな、変かなと思ったら、こんな感じでエディットできます。で、保存します。まあ、文章が少なければ、これもこのまま、これ RST ファイルですけど、結局 RST ファイルでプルリクをしないといけないので、ここからコピペを一行ずつしても、まあ、いいかなという感じですね。ただ、長くなってくると大変なので、ここはまた後でお話ししたいと思います。で、保存終わって作業終了。で、ファイルを、もし、だから今編集したのがこれですね。見えてます。ファイルをダウンロードしようと思ったら、このボタンで、ダウンロードができますと。いろんな方法でダウンロード、いろんな、そうですね、大訳集も追加で内容追加、反映したりとかできますので、ダウンロードして使うか、まあ、このページ、サイト上でコピペするかっていう感じですかね。そこは、また皆さんにお任せします。で、翻訳が一応、この RST ファイルに反映されましたとして進めます。で、ちょっと気をつけていただきたいのが、ここは今、OKLJJP のフォルダーなんですけども、ここには、Git はありません。Git Ignore もありますけど、昔の名残でこれ多分いらないと思います。で、だから、何か変更した場合は、
ここまで戻って、パブリックドック i18n の、フォルダーまで戻って、コミットをしますと。今、ここのフォルダーでやってないので、ちょっと待ってください。どうしようかな。コミット、ちょっとね、コミットも、証明書つけないといけないので、それだけちょっと一緒にやっておきますね。英語ってなんでこれ開業してあるんでしょうね。これ見やすくするだけですかね。ノートのところとかは。ビルドしたときに変わらなかったので、私は開業つけずにこのままやってますけど、何か事情があるようでしたら教えてください。はい、こんな感じで、修正したとして、これをコミットするんですけど、この時、証明、まあ、証明って言っても名前が入るだけなんですけど、をつけないといけないです。まあ、つけ方は簡単で、コミットの時に -s ってつけます。で、あとは普通通り、近藤さん、コミットメッセージは、普通に、これでいいですか？それだとタイトルしか入らないので、はい、タイトルプラス、そのコミットが何を意図しているものかっていうのを下にちょっと、まあ、1、2行書いてほしいので、一旦、ヒットコミット -s でやって、そうすると、ブーンってポップアップ開くんで、そこでもう一回タイトルとか、何を意図した変更かを書く方がいいかなと思います。タイトル、すいません、ちょっとチャットの方に、サンプル的に書いていただいてもいいですか？ちょっとZoom のチャット。単純に Git コミット -s って大丈夫です。で、そうすると、はい、そうですね、ここに開くんで、そこで1行目に、まず、はい、主題的な変更を書いて、で1行開けて、そこからさらにどういう意図でこのコミットを投げるのかっていうものを書くっていうのが大作法になっているので。タイトルってこれでいいですか？そうですね、例えばそういう感じで、はい、大丈夫ですっていうところにもう少し詳しくそれをなぜそういう変更したのかっていう説明を書くって感じですね。うん、はい、で最後、サインオフバイで、誰によってコミットされたのかを、残すっていう、はい、これが作法になってます。うん、トランスレーション。ちなみに JJP ってつけた方がいいですかね、コミットタイトルに。あ、コミットタイトルにはいらないかなと思いますけど、どうですか？まあ、確かに GitHub のタグで管理はされてると思うんですけど、なんていうか、はい、コミットメッセージもあった方がなんか親切かもっていうことですよね。そうですね、まあ、ちょっと他の言語とかあんまり守ってないみたいですけども、ついてるのもあるのでつけた方がコミットだけ見たときには見やすいかなとちょっと思いました。うん、どこにつけましょう？その1行目の最初に大括弧で書く、最初に書いたりするのがよくあるかなって思うんですけど。そうですか？あ、そんな感じです。っていうのはどうでしょう？はい、僕はこのですけど、私は分かりやすくていいと思います。はい、じゃあ
一旦これで。コンソレーション。でも、あまり英語は、そんな細かい文法を気にしなくて大丈夫です。っていう。で、これでじゃあ、一旦これで。あれ？なんか変なことした。できました。はい。で、そして、これを、一旦、あ、ちょっとじゃあフローをもう一回戻りますね。今、ここまでローカルマシンで、コミットまでできました。で、これをフォークした自分のリポジトリにプッシュします。のところで、git push origin すいません、ですね、一旦ちょっとリポジトリ変えます、こっちにします。今、コミット、同じコミットをちょっと別のボタン、フォルダーでやってますので、これはちょっと気にしないでください。プッシュするローカルマシンからプッシュするとこまでできました。で、こっちが私の本当の、作業フォルダーなので、ちょっとリモートもう一回確認します。こんな感じで、あとアップストリーム、これはまた一旦全体が翻訳できた後、差分を取り込んでいくときに必要になるかなと思うので、このアップストリームの、ブランチ、とかリモートはちょっと今は気にしないでください。オリジンですね。オリジンの方に、プッシュします。ブランチ名か。ブランチ名だったとか。オリジン、オリジン。はい、できたはずです。で、GitHub を確認します。これですね。これは私が作業している、フォークした個人の方のリポジトリです。ここに、さっき今、ここか。これでいいのか。作業したやつがついてますと。で、これを本家の方にプルリクしますと。で、さっきのボタン、緑のボタンを押しました。で、気をつけないといけないのがここですね。本家のリポジトリのマスターではなくて、で、このブランチを 2.2 に取り込んでもらうようにしますと。で、自分の、リポジトリとブランチを確認してくださいと。で、あと、もし一周が経ってたらなんですけど、これ本家の方ですね。本家の方で、
私はいくつか一周を立ててます。早めに手をつけていただきたい、お願いしたい、ここですね、やつを一周を、追加して、マイルストーンも設定しました。あ、中国のやつができてる。こんな感じです。で、インデックスページ私やります。で、宣言してあるので、この一周を開くと、こういうふうに、見えてます。やりますって。まあ、何でもコメントいいので入れてもらって、あと、アサイン、まあ、自分ので設定したらいいかなと。で、この番号を入れたいなと思うんですけど、いかがでしょう？ここのプルリクの時に。それともコミットメッセージに入れた方がいいんですかね？何かご意見あれば。個人的にはサブジェクトの欄というか、入れた方が分かりやすいです。サブジェクト、ここですか？あ、そこですね。はい。リリースノート作るときに何がこう、うん、解決されたかって分かりやすいですよね。うん、そうですね。両方でもいいかもしれませんけど。そうですね。まあ、ここを貼っといたら、まあ、コミットメッセージがそのまま出てくるみたいなので、頭に番号をつけて、詳細でもいいかもしれないですね。はい。あ、近藤です。私も同意見です。ファブリック本体の場合は、ジラで一周管理していて、で、そのジラの番号を、まあ、このコミットメッセージに書くってお作法になってますので、うん、まあ、それになぞってこういうふうにするのがすごいいいかなと思います。うん、はい。タイトルとかはこのままでいいですか？もう、ない、この、このプルリクエストの時の内容とかは。そうですね。本家のファブリックどうなってましたっけ？ハイパレッジャーファブリック。まあ、ここは基本的にコミットメッセージがそのまま入ってくるところだと思うんで、なんか取り立てて編集するかっていうと、どうですかね、他のコンティビューターの方って、ここって何かやってます？最近ここはフォーマットが決まっていて、何ですかね、イシューの情報とかも書くようになっていたりした気がします。テンプレートがあるってことですかね。テンプレートはパブリックなんかついてたりついてなかったりしますね。そうですね、本家というか、一番メインのやつは、その辺のフォーマットが決まってるんですけど、それ以外は、割と緩い運用になっている印象です。なるほど。なんかタイトルのとこにシャープ42って入れると自動でリンクされたりするんですかね。それともそこに書いても、今書かれてるとこに書いても自動で紐付けてくれたりするんですか？イシューとプルリクエスト。はい、ここでも大丈夫なんですね。はい、されます。わかりました。あれ。すみません、ちょっと勘違いだとあれなんですけど、シャープ42って書くと、それイシュー、じゃあプルリクの42番を指すようになったりしませんでしたっけ？確か、通し番号だったよな。通し番号、ここじゃダメ。あ、いや、プルリクエストとイシューは違う、同じ番号で、同じ番号というか、別番号で管理されているので、かぶらないはずですね。だから、プルリクエストは今登録すると別の番号が振られるはずです。うん。なんで、42って書けば多分いいんじゃないかな。なるほど。わかりました。すいません。いいえ。そうですね。この番号ですね。この番号と、こっちの番号。これですね。両方通しだったのが、まあ、後で見てみましょう。ということで、一旦これでプルリクします。
はい。これは普通にドラフトではなく、クリックしてしまいますね、一旦。ってすると、そうですね、ここに、あ、一周出ました。こんな感じで、リクエストが本家の方に動きました。おお、こんな風に見えるんですね。あれ？これは、あ、そっか。これは、堀口さんが、どんどん進めていただいているやつですね。こっち、あ、そっか。私がタグを付け忘れたんだ。ラベルですね。ラベルを、すいません。ラベルを設定します。これ、なんか設定されたかどうか分かりにくいんですよね。閉じてくれればいいんですけど。はい。ラベルをつけました。まあ、つけなくても、ここに JJP って書くようになって、ね、まあ、堀口さんも書いていただいているので、それでわかるかなと思います。で、あと、レビューアーの方にお聞きしたいんですけど、こうなったときに、どなたがレビューするかっていうのは、もう気がついた方からっていう感じですかね。何かこうメンションとか送った方がいいですか？レビューアーのリストって どんな感じで出てきますかね。リスト。なんかプロレクの、うん、プロレクのこれアップデートインデックス RST をちょっと開いてもらって、はい、下の方に C オールレビューは、C あれこれかこれですか、これですかね。ああ、名前が出てくるわけじゃないんですが、ハイパレッジャードックメンテーナーっていうのがあるんだ。はい。はい、ああ、なるほど。はい。で、ここにとは、ここにはほぼ、皆さん登録されてるのはずなので、基本的に誰でもメンテナー、このレビュー、この GitHub 上のレビューはできるはず、できます、になれますね。はい、これコアもコアドックメンテナーも3人の勝利が必要なんですかね、これ。どうでしたっけ、いらなかったと思います、確か。あ、今度です。ジャパニーズ、ロケール JP、ロケール JJP 配下の、ディレクトリであれば、ジャパニーズドックメンテナーズのレビューがあれば、マージとかできます。あ、なるほど。はい。うん、GitHub の、GitHub 上のルールはそんな感じですね。で、ただ、Wiki の方で、お伝えし、書いていただいたとこだったっけ？ Wiki。Wiki が開いてないのかな。こちらですね。ウィキの方で、一応このレビュアーに、このロールのレビュアーになっていただいている方にお願いしたいなと思います。はい。うん、いい感じにレビュアーの方とトランスレーターの方がいらっしゃる気がします。で、翻訳する人にとしては以上なんですけど、レビューする方はこの後どんな感じになりますか？ざっと口頭でいいのでお話しいただけると助かります。近藤さんいかがですか？はいはい、近藤です。そこの上のタブの、あ、一回上にもう一回戻ってもらっていいですか？はい。この、あ、じゃあ私は仮にレビュアーとしてここを見ているとしますね。
はい。で、コミットのところを押して、コミットをして、で、この変更の内容のところを押して、で、そうすると、まあ、今、どこがどういうふうに変更されたのかっていうのが見れるので、まあ、これを見て、で、で、この右上に今、レビューチェンジっていうボタンあると思うんですけど、そこを押して、はい、で、まあなんかそのレビューに対するコメント書いて、で、問題なければ、アプローブに印入れて、サブミットをレビューしますし、ちょっとこういうふうに直してほしいなっていうのがあれば、リクエストチェンジっていうところにポチを入れて、まあ、サブミットレビュー。するし、まあ、単純にディスカッションしたい場合はその今ポチがついてるコメントにして、うん、はい、コメントを入れます。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。あ、すいません、今のやつってビルドするとちゃんと正しく表示されますかね。そうなんです、私も今ねそれを思い出してやろうと思ってたところです。すいません、はいはい、その前に本当はやらないといけないんで、うん、はい、ごめんなさい。一応ビルドして目視までですよね。はい、そうです。はい、そうですよね、はい、はい、そうです。すいません、このフローでいうところのここですね。まあ、ローカルだったら、自分の手元のリポジトリだったら何でもいいんですけど、ここで、RST ファイルを編集した後ですね。あと、もう一回。あ。うん。一回、ここの JDB のところで、MakeHTML を。こうすれば、変更した RST ファイルを元に取り直してくれるので、で、できましたと。ここもちゃんとリンク、コロンドックのところですね、リンクも壊れていませんし、この中にもちゃんと入ってますと。で、表題はそのままにしました。まあ、変えたかったら変えますけども、はい。で、あとここの、この部分は、その各ページのタイトルになるので、翻訳、そのページ、各ページのタイトルが変更されたら、ここが日本語になります。このインデックス HTML、RST で変更するとこではなかったので、これを変更しようと思うと、もう全部のページをいじらなきゃいけなくなるので、ちょっとここは私はそのまま置いてますという形で、はい、確認をしましょう。はい、抜けてたとこでした。で、ここまで、これで、一応14番、1番からずっと来て14番まで確認ができました。何かここの中でこう分からなかったとことか、これこうした方がいいっていうものはありますでしょうか。一旦大丈夫ですかね。はい。すいません。はい。リブの栗村です。はい。レビューアーは、先ほどの Git の一周を見て気づいた人からどんどん対応していくっていう運用で良さそうですかね。うん。近藤さん、どうでしょう。基本的にはそれでいいかなと思います。あとは、ウィキでロール決めてると思うんですけど、それとの兼ね合いをどうするかを決めた方がいいかなと思います。例えば、ウィキでレビュアーになっ
ってる人だけが、GitHub 上でレビューできるようにするのか、それとも、Wiki 上でトランスレーターになってる人も、こうした本がいいじゃないってサジェッションはできるけど、最終的なアプローブは、レビューアーで登録されてる人だけにするとか、なんかそういういくつか段階があると思うので、それを、決められるといいかなと、個人的には思っています。そうですね。今、ここで、何でしたっけ、メンテナーにな登録されてるやつを一回整理してしまうのも一つの手かなっていう気はするんですけど、本家の方にはみんなこう招待頑張ってしていただいたんですけど、どうでしょう。すいません、Wiki のロールに合わせて、はい、この GitHub のこの JAJP ドックメンテナーズにするかどうかを合わせるってことですかね。あ、はい、そうです。なるほど。まあ、基本的にはなんか普通のレポジトリってそのマージできる人だけはメンテナーになっているというのが一応正しい感じだと思うので、それで基本的にはいいんじゃないでしょうか。うん、そうですね。私も正直招待されたとちょっとびっくりしたのがあるんですけど、どこでしたっけ、すいません、このファイルの場所はロケール、あ、セッティングの方でしたっけ、名前が。すみません、ちょっとメンテナーの方のお名前をどこにあるかちょっと忘れてしまったんですけど。まあ、一旦じゃあ、そのメンテナーを整理することで調整しましょうか。どうですか、いいですか、いや、このままメンテナーで置いておいてほしいなっていう方もしかしたらいらっしゃるのかなって思ったりもするんですけど、特になければご意見がないようでしたら一旦メンテナーの、整理を検討します。はい。もしくはそのコードオーナーをいじれば、うん、多分変えれると今のコードオーナーどこか。これですかね。今グループになってるのを、うん、まあ管理やしやすいのはやっぱり先ほど言われたグループをいじる方が、うん、人の手間はかかりますけど。うん、はい。まあ、うん、これもオプションとしてはあるかなと。うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、一度ここは、コードオーナーは、整理していきます。他に何か気になるところはありますか？ここにもしなければ、ここで、このみんなの、自動翻訳のところについてちょっとお話をしたいと思います。で、どこでしたっけ？チャットにも、すいません、お名前がこの方
読めなかったんですけど。あ、はい、私です。すみません。下沢です。あ、下沢さん、ありがとうございます。下沢さんも書いていただいたんですけど、そうですね、おっしゃる通りです。で、あの、用語集の加工は私、あ、上からいきますけど、用語集の加工はしました。そうですね、用語集。あ、で、すみません。ちょっと用語集の加工でもう一個、あの、1列目が不要っていうのと、はい、あと3列目以降って、なんか入っていなかった気がするんですけど、これって自分の勘違いですかね。これ一応今のところここでは見えてますけどね。なんかあじゃなくてあのツールに入れた時に。あ、入れた時ですか。ちょっと見ますね。こっち用語集。そうですね、455。私のやつではこんな風に見えてます。すみません。じゃあちょっとさっきあの TSV に戻っていただいて。ん？これですか？はい。例えばそのチェーンコードで3行目ですね。3つ書いてありますけど。ああ、はいはいはい。あ、そういうことですね。はい、あ、すいません。はい、はい。これは確認、今朝したんですけど、1個につき1個しか入らない今はようになってるそうです。なのでこれはリクエストしていただきました。この1つに対して複数候補が登録できるように今は1対1です。はい、なるほど、わかりました。とかあとはそうですね、自動メモリ、このメモリ自体 TSV 自体のアップデートのルールもちょっと決めないといけない ルールというかマージとかもしていかないといけないのかなと思うんですけど、まあ、これは基本的にその関連の方だったらもう関連の方でファン、すでに翻訳終わってるファイルだったらもう無条件でマージしちゃっていいのかなって思ったりしてます。そうですね、あとそうですね、先ほどちょっとお話しした PO に変換してから取り込まないといけないっていう問題もあります。はい。で、あと近藤さんの方からサービス、このこちらのサイトのについてお話、追加のコメントありましたらお願いします。あ、大丈夫です。下沢さんと議論しましたよって話なので、下沢さんのそのコメント、むしろ下沢さんなんか補足あればコメントお願いします。そうですね、まあ、先ほどのちょっとマージのところが実際にやると多分2人の方が同時にやったときにすごく面倒くさいことになりそうな気がするんですよね。うん、例えばつまり、まあ、2つブランチができてしまってそれをマージすることになるので、ここでですか。あ、そうですね、ここで1ファイルに結局1つのレポジトリに求めるときに大変なことが起きないかなというちょっと懸念です。どうでしょうね、そこは Git 段でうまいことできそうな気もしますけど、量が多くなるとまあ確かにその目視確認が大変になるので、大変かもしになるかもしれないですね。ここは今後の運用しながら検討するところかなと思います。はい。他にありますか？何か気になる点。あ、すいません。はい、すいません。社長佐藤ですけれども、ちょっと僕の方も、はい、このツールを試しに使ってみたんですけれども、なかなかその、ですね、単語集ですかね、単語集のなんか反映がちょっとうまくいかなくって、うん、用語集か。で、ちょっと先ほど の翻訳に使った、なんですかね、お試し使ったファイルだと、あんまり用語が出てなかったと思うんですけど、例えばグローサリーとかって結構いろんな用語出てると思うんですけど、ちょっとそれとかって今、入れて、どんな感じかとか見せてもらってもいいですか。はい、わかりました。これです。ここで、あ、もう一回読まれちゃう。
文章。で、文章、新規登録。で、グロッサリー。なんだか。英語、日本語。OK。うん、で、そう、ちょっとこれで、はい、僕も同じように翻訳してみたんですけど、なぜか用語集の方がうまく適用されてなくてですね、例えばチェインコードのところとかを見るとなんかうまく拾ってくれてなかったり、はい、ちょっと解説したいんですけどよろしいでしょうか。この自動翻訳エンジンっていうのは用語集をここに登録するだけでは直接はまだ反映されないんです。翻訳データっていうところにやるだけでは。ただ先ほどこのファブリックインデックスっていうホルダーがあるから、例えばそのホルダーのこの歯車のとこちょっと開いていただけますか。すいません。ほんで翻訳エディター機能に行ってもらって、この辞書引きでこのテクストラ、大規模辞書とボイストラっていうのをちょっと外してもらうと、その辞書の時にファブリックワーズだけが辞書引きされることになるんで、まあ、そうするとその辞書がなんかクリックするとその辞書が引けるみたいな状態にはできるんです。今の状態でも全部引けるんですけど、そうするとこのテクストラなんとかっていうのとボイストラっていうのが数が多いものですから、ちゃんと必要なキーワードが引けない状況になってしまって、この辞書引きもあまり機能しないっていう状況になって、そもそもこの自動翻訳で汎用 NT っていうところになって今用語集が効かないっていう状況で、さらに辞書引きもできないっていうちょっと残念なところで、自動翻訳に用語集をっていうのはちょっと必ずしももうちょっとステップ必要で、後でちょっとやり方をお送りできるかと思うんですけれども、とりあえずこの辞書引きだけちょっとお試しいただけますか。そしたら翻訳エディターやった時に辞書が引けると思うんです。ここですね、このチェックを、はいはい、ちょっとオフにして、それでもう一度そのグロッサリーを開けていただければ、多分あもう一回読み込んでいただければ、すいません、まあ、これ削もう一回削除しなくてもいいんですけど、まあ、削除して読み込むっていうのはプラス文書から新規登録ですかね、すいません。そうすると新たに辞書引きされますんで、あ、ファイル自体をもう一回読み込まないといけないんですか。たぶん。新規。はい、新規です。すみません。そうしますと自動翻訳自体は何ら変わらないんですけれども、この右側にある、翻訳っていうところで翻訳エディターを開くと、多分辞書引きの結果が出てくると思うんです。うん、それは同じ名前でこう並ぶんですね。別に、はい、同じ名前になっちゃうんですけど、うん、ただまあ、1個消してもらえばいいかなと思うんですけど、一括削除って怖いですね。あ、一括削除はこの青くなったのが一括で削除されます、うん、なるほど。まだ開かないですね。
それも、すいません、どの。ちょっと待っててもらいます。すいません。くるくる回ってんですけど、原文のこれで言うと、あ、どうぞ、すいません。辞書引きで、ちょっとくるくる回ってるんですけど、くるくる回ってないくなりますと、なんか辞書が反映されて、なんか下線みたいのが引かれると思うんです。ちょっと今、何か頑張ってるみたいなんですけど。それで、長いね。あと、用語集を、翻訳エンジンに適用する方法っていうのも一応あるので、ちょっとそれ、ややこしいので、また後ほどお送りしますんで、ちょっとお試しいただければと思います。用語集の適用と、対訳集の適用は違うんですね、やり方が。そうですね、対訳集の適用は、フォルダーオプションのところでやるとさっき TM を押せば検索できるみたいになるんですけれども、用語集自体はそのなんかここにユーザーズとかデベロッパーズとかが線があるんですけれども、こういうのに、今入ってます。ちょっと押していただけますでしょうか。はい、そうすると開発者っていうのが、現状その入ってて、まあ、ウェブ検索とかもできますよとかで、例えばスマートコントラクトっていうのもちょっと押していただくと、実際にはなんかパブリックワーズでスマートコントラクトになってますとかいうことが一応分かってはくるんですけれども、それあくまで辞書引きにしか使ってなくて、自動翻訳エンジンにやるにはもうワンステップくらい必要となってます。はい。すみません、先ほどご確認したかった用語は何でしたっけ？チェインコードとか、そこら辺ですかね。そのライフサイクル、そのちょうど1個下ですね。結構この下のが結構崩れちゃってて、ライフサイクルチェインコードになってるんですけど、これがチェインコードなんですけど、これを例えば変更するにはどうすればいいんですかね。そこをクリックしてその後どうすればいいんですかね。それをそこを押してもらうとなんか多分下の方に入って、ちょっとこ多分この原文の方でチャインコだの前でちょっとにカーソル移してもらってから、先ほどのチェインコードの方に行って、右側に行って多分チェインコードを押せばいいんかなと思うんですけど、それで入りますかね。ちょっと。うん、挿入はされましたね。はい、だからそう消していただくしかないんですけど、はい、そのカーソルのあるところに、クリックした単語が挿入されるようになってます。うん、なるほど。これは先ほどおっしゃって、もうワン段階必要っておっしゃってたやつを適用すれば、もうちょっと精度が上がる感じですかね。可能性はあるんですけど、ただその場合、今のはライフサイクルチェインコードが全部入ってないと、多分ちゃんとは翻訳できないと思うんですけど、今の段階ではチェインコードだけですかね。あと、またここら辺だと結構難しいんですけど、この ISCC からリーダーズとか、まあでも多分これも原文のまんまでやってほしいと思うんですけれども、そうした場合多分これをなんか丸ごとセレクトしてから、挿入するみたいなことが多分できると思います。で、リーダーズマイって話すと多分で、それで押すとそのまま 青い部分を押していただくとそのまま入ってくるっていう、こっちに入ってくんじゃないのかなと。ラシックの前あたりでやってもらってて、多分そうですね、カーソルを持ってってそれでセレクトして押してもらうと多分全部入るんじゃないかと。なるほど、消さないといけないんですけど、後でちょっと、まあ、この鍵括弧もね、鍵括弧じゃなくて括弧の必要ですもんね。
それはツールの使い方をちょっと慣れていかないとなかなか難しいかなっていう感覚はあります。他何かこのツールに関して見てみたい、聞きたい、お聞きしたいことあればぜひ。すみません、一つ、この緑色のパーセンテージは何を意味しているんですか？すいません、それはまず一番最初の行でグロッサリっていう括弧の中に入っているのが原文で、用語集っていうのが機械翻訳の文で、この 100% って書いてあるのはこの日本語を日本語を英語側にリバーストランスレーションしたらちょうどグロッサリーになって 100% 当たりますよっていうことで、この数字が大きければちゃんと戻っているので、ほぼ、意味的にも正しいんじゃないですかねっていう、あくまで目安です。あ、翻訳が正しそうな 目安ですかね、なんとなく。あ、3つ目 の欄は日本語を英訳したやつですね。そうです、はいはい、ありがとうございます。いかがですか？あ、すいません、質問なんですけど、先ほどチェーンコダっていうのをチェーンコダに直すという部分があったと思うんですけど、それ、その同じようなところって他にも何か所かあったはずで、一括でその変換とかっていうのはできないんでしょうか？多分その検索ちょっと押していただけますでしょうか？検索、左作業終了の隣で。でそこで検索文字、置換文字っていうのがあるんで、そこで多分チェーンコダとかやってくれればできるはずなんですけど。それはチェーン。日本語を検索やるんでしたら、日本語がなんか間違ったチェーンコダでしたっけ？あ、チェーンコダってありますよね。一番下にシステムチェーンコダ API っていうのがあるので、それをちょっと。まずちょっと検索をかけると、ここにわーっと出てくるんですね、左側に。はいはいはい、これを全置換とかでも。チェーンコードですかね、多分チェーンコード。チェーンコード。で、全置換ってやれば全部置換すると思います。うん、置換だと1個ずつなんですけど。うん、1個ずつ。下線部を押して、変換したのとはまた別に、全置換もしなきゃいけないと。いや、下線部っていうのはあくまで事象引きで、機能が違うんで。違う機能、はい。これは置換ですんで、原文を置換してます。はい。で、なんか全置換するともう一回読み込まないといけないらしいですけど、ちょっと処理の都合上。リバーストランスレーションが変わっちゃうからでしょうかね。そうですね。これ鬱陶しい時には確かカットできるって言ってました。時間がかかって鬱陶しい時にはリバーストランスレーションしないようにもできます。なるほど。チェーンコード変わってるみたいではありますよね。そうですね。今全然置換してぐるぐるも終わりましたので、他ありますか？ちなみに一応確認なんですけど、これ他のところを編集してたやつっていうのは元戻ってはないですよね。保たれたまんまそこだけ置換されてるっていう理解でいいですよね。ちょっと
このラベルが MT になってるのが若干気になったんですけど。あ、なるほど。さあ、大丈夫だと思います。一旦保存してから実感します。なるほど、なるほど。あ、確かに、エディテッドのやつはありますね。うん、ありますね。さっき置き換えた、これも、このままなってますね。うん。水田さん、すいません、町田です。あ、はい。すいません、ちょっと今日途中からなっちゃったんで、キャッチアップできてないんですけど、はい。いくつか教えてください。今これ、glossary.pod ってやつを翻訳、自動翻訳したと思うんですけど、これで、先ほど、そのチェーンコードっていうところがなんか変に訳されていて、原文の方の下線部でクリックして、チェーンコードっていう、のが出てきて置き換えてると思うんですけど、これなんで、最初おかしく、翻訳されているのに、その原文の方の下線部のところをクリックすると、その正しい候補が出てきたかっていうのって、なんかお分かりになります？ですね、はい、用語集で、先ほど登録していただいたんですけれども、その用語集っていうのはこの辞書引きのみにしか今聞いてなくて、その辞書引きっていうのはこの場合下線部になっているところです。はいはい。で、下線部として用語集を聞かせてありますと、それが検索されますんで、それによって英語をクリックした時には正しいのが出てくるんですけれども、はい、一方その自動翻訳エンジンには、また別の方法を使わないと反映されなくて、ただその別の方法を使うとちょっと、かえって翻訳おかしくなっちゃうような時もあるんですけれども、とにかく英語だっていうのはもともとの翻訳エンジンの出力です。はいはいはい、なるほど、なるほど。そうなると、そうなると、例えば今な、対訳がある、対訳集がある状態で、このグロッサリー .pod とかインデックス .pod みたいなやつを、ここにインポートして訳すと、うまく翻訳できているものと翻訳できていないものがあって、で、都度、あ、これ怪しいなと思ったものに関しては、下線部のところをクリックしたりなんかして、正しそうな用語を引っ張ってくるっていうことをすればいい。まあ、それがいいかなとは思います、用語に関しては。ということですね。はいはい。なるほど。というのを一個一個確認した方がいいってことですね、この対訳を見るときに。ちょっとそのよくわかんないですけど、その機能っていうところに英文校閲構成っていうのがあると思うんですけど、ちょっと押してもらえますでしょうか。はいはい、機能、一番上に表示の隣の機能っていうのがあって、それで構成対訳用語チェックっていうのが、ひょっとしたらちゃんとファブリックワーズで、ちょっとそこを押してもらえます。あれ OK、 あれちょっとあんまり聞いてないですね。それがなんかちゃんと聞くと用語が出てなかったら文句言うんですけど、ちょっと聞いてないような気がします。すいません。いい、なるほど。あ、すいません、ちょっと聞いてないみたいですね。ちょっと後で言って、本当はこれだとそのファブリックワーズの左側に英語側で出てきたにもかかわらず日本語側で出ないような時に、なんか、あ、一応なんかで何か言ってますか。なんか下線がついたり消えたりしますね。なんかついたり消えたりしてますね。だからどうなってるのかな。ちょっと動きを確認してみます。すいません。はい、お願いします。で、気にしてるのは、その用語を登録したらちゃんとこの日本語に反映されますかっていうのと、それをどう増やせばいいんですかっていうか、まあ、どう修正してチェックしていけばいいんですかって話なんですけど、例えばさっきのチェーンコードっていうのも、チェーンコードってか、英文で書いてあるところがなんか変に訳されてる部分と、なんか下の方にチェーンコードっていうのがそのままチェーンコードっていうローマ字で翻訳されてるところもあったりとかして、なんかこれってどういうふうに何を引っ張ってきてるんだろうなっていうのがすごく気になったんですね。で、いや、あまり気にせずにもうなんか単純にもう
クリックして出てくる候補、用語のところをきちんと、構成するしながら、日本語の文章はちゃんとあの訳したらいいよって言うんだったら、多分それはそれでよくて、その手順で やればいいかなと思ってるんですけど、まあ、どんなふうにそのツールの、その、対訳集とかとの関連がされてるのかなっていうのが分かると、効率的にできるかなと思いまして、質問させていただきました。ちょっと今おっしゃっていただいたように、現状のツールですと、はい、フォルダーオプションで、このファブリックワーズなり、その特定の、用語集のみを指定したら、それがあの辞書引きで線引っ張られますので、はい、まあ、その線をみんな押してもらうっていうような、めんどくさいことが必要になってくるかなと思います。まあ、ただそれで一応参照はできるってことですもんね。はい、できるはず。はい、わかりました、わかりました。はい。ありがとうございます。あとすみません、さっきその辻田さんおっしゃってた 逆変換でしたっけ、逆なんとかとおっしゃっていたのは、これは一個一個の2行目から3行目のことをおっしゃってるってことですよね、きっとね。あ、ここですね、ここの。はい、これ、はい、上、一番上が原文、はい、原文黒とした原文で、2行目が翻訳したやつで、3行目がそれをさらに英語にした。なるほど。はい、ああ、そうですね。わかりました、わかりました。それでヒット率を見てるとですね。はい。承知しました。はい、ありがとうございます。内山さん、先ほどの、チェーンコードで書き換えたやつ、はい、あ、そうか、はい。チェーンコードは、下線が引いてあったから、メモリ、対訳集、用語集に追加する必要はないんですよね、さらに。例えば、うん、これは英語のままかなと思うんですけど、まあ、例えばこれをもしカタカナで書くように変更したいとなったときはどうしたらいいですか？そのちょっと用語登録って押していただけます？用語登録、それで訳テキスト書いていただけますかね。で、OK ってやると多分登録されるはずなんですけど。登録するだけで辞書引きしてくれないのかな。何も。辞書引きして何もしてくれないですね。すいません。辞書引きを。登録されるだけで辞書引きしてくんないの、はい、そのようですね。もう登録されてますけど。あ、これちなみに今なんかこれいっぱい出てきましたけど、これ何ですか？あ、それ多分、自動法、何をしてんですかね。すいません、忘れました。これは対訳集の方かな、ちょっと文章が。なんか検索してんだと思うんですけど。検索。MT っていうのは MT をかけてて、はい、TM は TMO 検索ですね。あ、TMO 検索した結果じゃないですかね、それは。すいません、TM は対訳集。あ、そうそう、そうですね、はい、トランス翻訳メモリーを検索した結果で、多分対訳検索も同じだと思うんですけど、そうです、同じ。あれ、まあ、これハイパーファブリックを持ってる対訳集を検索したっていうことですかね。あらかじめフォルダーに対訳集がありますんで、まあ、それを含むものを対訳検索したっていうことです。うん、はい。いろいろなんか検索とか結構いっぱいありますんで、ただこの場合多分 TM を押すのが一番簡単かとは思うんですけど、今みたいにハイパーリッチファブリックの他の文章みたいな時には対訳検索とかをちょっとやっていただければいいかなと思います。うん、すみません、質問いいですか？はい、辞書を
今回の目的ってその辞書をみんなで作っていくことだと、でそれに従って翻訳していくことだと思ってるんですけれども、このツール使った場合にその辞書とかってその自動生成みたいなことってできたりするんですか？ですね、まずなんとなくできることはできるんですけれども、原文の英語の原文をまとめて入れますと、英語の原文から用語っぽいものを抜き出すっていうことができて、その用語っぽいものに対して自動翻訳結果をつけるっていうようなことができるようになってはいます。ちょっと作業終了していただけますでしょうか？はい。ツールの便利アプリっていうのをちょっと、ツールで便利アプリでファイル翻訳用語抽出っていうのがあるんですけれども、そこにちょっと飛んでいただいて、用語抽出っていうのがあるんですけれども、あそこをちょっと押していただけますでしょうか。で、ここで新規登録っていうところで、何かテキスト、多分全部英語のテキスト全部くっつけて一つのファイルにして入れていただくとなんとなく出てくるかなとは思うんですけれども、そうでもなくて、あ、すいません、今の例えばグロッサリーっていうところでしたら、言語をちょっと英語に変えていただかないとダメなんですけれども、変えて今のファイルをちょっとグロッサリーのファイルを選択していただいて、何か適当なファイルを入れていただけば、多分そこから用語っぽいものを出すことができるんです。ただ全部くっつけてやれば全ファイルからできるんですけど、長めの例えば今のグロッサリー .pod っていうのをちょっと押していただいて、それで選択で、読み込むと思うんですけれども、オプションはファブリックワーズっていうところをちょっと今押していただくと、ここから英語と取りますっていう感じです。で、もう下の方に行っていただいて、もし自動翻訳結果が欲しい場合には、この汎用 NT 英語日本語をやっていただくと、英語から日本語への翻訳結果も出てきますんで、ちょっとそこもやっていただけますでしょうか。はい、すいません。で、ちょっとまた、待たないといけないんですけど、少し待っていただくと、ここで名詞句みたいなものを抽出してきます。で、今ちょっと翻訳やったかどうかよくわかんないんですけど、どれくらい待機するのかな。ちょっとリロードをしていただけますでしょうか。サイト中でちょっと待ってますんで、ちょっとすぐにはできないかもしれません。ただタイ訳の文章があれば、タイ訳の用語抽出ができまして、英語、なんか一応頑張ってるみたいなんです。すみません。すみません。リロードをお願いします。それでダウンロードで多分なんか出てくると思うんですけど。それでこの右側が今すでにパブリ用語集指定してますんで、用語集にある場合が右側に英語と日本語として出てまして、この左側のものが一番左が頻度で、真ん中の列がそれに対応する英語の用語の候補ですんで、これを見て使えそうなものだけ使うっていうことができるようになってます。すいません、ちょっと分かってないんですけど、この右側に出てるのって
先ほど読み込ませたそのファブリックワーズに入ってるものを引っ張ってきてるようにも見えるだけのようにも見えるんですけど、そういうわけではない。そうですね、さっきあの設定でそうなってて、多分汎用 NT っていうのをチェックしないで、用語抽出したんで、あそこチェックしてあれば自動翻訳の結果が全て入ってきたと思うんですけど、これはあのまずこの機能自体は単言語すなわち英語の用語を抽出しまして、その用語の、訳候補を、提案するんですけれども、その提案が設定された用語集もしくは用語翻訳エンジンから、候補を出すっていう作りなんですけど、今ちょっと多分汎用 NT のとこチェック入ってなかったと思うんで、それによって、右側の列がほとんど空白になっていると思います。あのすみません、ちょっと私の説明がというかあの質問が悪かったのかもしれないですけど、やりたかったこととしては、その例えばあの、まあ、元々の辞書のファブリックワーズをベースにあの翻訳をした後にこう新しい用語を追加したいというか、そのファイルの中で出た新しい用語を取り込みたいみたいなユースケースってあるのかなと思ってまして、それをやる上でなんか便利な機能とかないのかなという質問でございました。なるほど。じゃあ、 あのさっきちょっとやっていただいたんですけど、あの翻訳しながらですと、あの用語登録っていうのをしますと、今多分ファブリック、っていうのがあの元の用語集にも入ってると思うんですけど、すいません、あの先ほどの用語集のところに行っていただけますでしょうか。みんなの自動翻訳の、みんなの自動翻訳データの用語集のところに行っていただいて、それでファブリックワーズが455だったような気がするんですよね、多分。そうですね、ここが登録数が一つ増えてますね。ちょっと検索してもらうと、はいはい、そこでちょっとあの一番上の、あそこじゃなくて、これ登録だ。はいはい、そこで多分ハイパーとか言ってちょっと検索してもらうと、ですね、さっき入れたのが入ってるんで、あのポチポチ検索しな、登録しながら翻訳ができるはずで、ちょっと今の問題は、それが翻訳エディターにすぐ反映されないところなんですけれども、それをすぐ反映するようにすれば、翻訳したときに登録したものが、下の方では辞書引きされて下線が引かれるというようなオペレーションになるかなと思います。なるほど。つまりちょっと話を整理すると、まあ、辞書への新たな用語の登録自体はそのなんかツールで自動集計をするというよりは、あの翻訳をしながらあの用語の追加をして、まあ、それがこの、辞書に、逐次追加されていくっていうようなそんなイメージですかね。あの一応自動もできるんですよ、実は。ちょっととそのさっき単言語から抽出ってあったんですけど、2言語から抽出っていうのもあって、その2言大訳用語抽出っていうのも実は隣にあったんですけど、もともとここでそのファブリックワードってやったのは自動的に抽出された用語候補です。ただそんなに上手にはできないっていうことなんですけれども、すいません、もう一回便利ツールのところに行ってもらえますでしょうか。便利アプリのところにツールから、それで用語抽出に行っていただいて、用語抽出のところをちょっとまた押していただいて、大訳用語抽出っていうのがあるんですけれども、でその新規登録っていうのがありまして、それであのファイルを、TSV とか、まあ、TMX とか XLF とかっていうファイルを、大訳になっているファイル翻訳メモリーを、もしもらえれば、そこからあの、用語候補を抽出することが可能にはなってますけれども、ちょっとすぐには ありますかね。もしあればできるんですけど、さっきのこれでいいですか。あ、それでいいですね。それで英語で、英語、日本語かな。で名前かなんかで、まあ、
まあ、それやるとなんか面白くないから、用語抽出しない方がいいかもしれません。用語、定時用語種っていうのなしで、ちょっとやってもらって、それで OK ってやると、単に今、その大訳集から抽出した用語だけが出てくるはずです。今度ですね、まずちょっと横から割り込んじゃって申し訳ないんですけど、私の理解では、佐藤さんが言ってることって、翻訳エディターで、英語から日本語に編集をしました。で、そこに、新しい、技術用語の、英語と日本語の大訳が出てきたので、それを自動で、ファブリックワーズに適用できないかっていうことだと思うんですけど、まずそれ合ってますか？はい、合ってます。はい、なのでそれをやり方を教えてもらえませんでしょうか？あ、なるほど、すいません。それはですね、自動翻訳っていうところに行ってもらえますでしょうか？で、カスタブをちょっと押していただいて、はい、でそこで新規登録っていうのをやっていただいて、押していただいて、ちょっとまた名前適当に書いていただきたいんですけれども、それで、次にベースとなるで英日に変更していただいて、汎用 NT っていうのをチェックしていただいて、次に下の方でオプション選択で、もうちょっと下ですかね、まあ、例えば訳語指定翻訳っていうので順方向の用語集選択で、まあ、ファブリックワーズをしていた、で、それで下の方に多分 OK っていうのが出てきましたね。で、それで、どんどん下に行っていただいて、まあ、だって非公開でいいと思うんで OK って押していただくと、まあ、カスタムエンジンが一応 できるんです。ただこの用語集っていうのが英語じゃないと、英語だと場合、名詞、ちゃんとした名詞じゃないとうまく翻訳に反映されないんですよね。例えばas needed みたいなのが入ってて、そういうのが入ってるとかえって上手に翻訳できなくなってしまうんですけれども、まあ、それは一応置いておいて、これでなんとなく翻訳が可能になってます。で、それでまた翻訳エディターのところに行っていただきたいんですけれども。あ、翻訳エディターですから、2番目の、あ、それですね、すいません。で、その歯車のところに行っていただいて、翻訳エディター起動で、自動翻訳の範囲選択して、それでカスタムっていうところをちょっとそれで押していただいて OK でしてください。でちょっと逆翻訳遅いんでちょっと切っていただけますか。逆翻訳選択で多分それをオフにできないのかな、無効化っていうのをやると逆翻訳しなくなるんです。それで OK としていただくと、今のを反映したものができるんで、またプラス文書でちょっとあまり長くなさそう、あるいは適当に、カット&ペーストしていただいて、なんか試してみるとか、ちょっと何でもいいと思うんですけど。でも、グロッサリーポット、普通に見れそうですけど。あ、まあ、それでも、はい、はい。それで、ただ、翻訳は、し直さないんで、ちょっともし、やり直すとすると、何、例えば、M、はい、さっきの、何ですかね。ハイパーリッチファブリックっていうのを書き換えてるはずなんで、2番目のすべてのハイパーリッチファブリックユーザーっていうのをちょっと選択していただいて、それで MT をしていただけますでしょうか。で、これでカスタムで、なんかここで翻訳すると多分これが反映された翻訳になるんで、これハイパーリッチャーファブリックっていうのがカタカタになるはずなんですよね。で、まあ、汎用 NT だとこのハイパーリッチャーファブリックっていうのが英語になってて、なってるんですけど、この無理やり、カタカナ化してます。また、ユーザーズとかデベロッパーズとか、本当は
上手に翻訳、そのままでも翻訳できるんですけれども、これもなんか、無理やりか翻訳しているので、ちょっとまあ、この場合はそれほど悪くはないんですけれども、場合によっては、翻訳、単語単位の翻訳はできるんですけれども、文章として見たときには、流暢性が落ちるというようなことがあります。大体こんなもんでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。このツールの使い方はすごくいろいろあるので、まあ、使いながら覚えていくところもあるのかなと思いますけど、シンプルにTSV をの用語を整理したり増やしていくのであれば、先ほどのこの用語集のところで一個ずつ追加をしたやつがここにこの登録欄に追加されているので、これをダウンロードして、TSV で。で、これを、まあ、コミットとかプッシュして、こちらの、ここですね、ここに、マージしていくのかなって、思います。いろいろファイルごとにもう一括でガサッと追加したりとかも確かに便利は便利ですね。量が多くなると。で、まぁ、ちょっと時間もありますので、一応3時までということになってますので、もし、大きな質問とかがなければ、今日はちょっと締めにしたい、入りたいと思うんですけど、こちらの考えとしては、ここの部分は、いろいろ、皆さんの使い勝手とか、慣れてる環境とかもあると思いますので、このリポジトリ、共有、いわゆる共有、用語集は参考にしていただきつつ、ここはもう作業される方に一旦お任せします。ここは継続して私の方もウィキとか私自身はこれテキストラさんのこのサービスでちょっと頑張っていこうかなと思っているので、ここは皆さんに一旦お任せして、用語集とかを作っていきつつ。こっち側の、まあ、本来の目的ですね、こっち側の、パブリックドキュメントの翻訳がうまくいくようにしていきたいと思います。あ、辻田さん、ちょっと1点、はい、気になる点、質問いいですか？はい。今回って、今、用語集っていうのをみんなで共通で使えば、ある一定の品質のアウトプットが出てきますよねっていう理解だと思うんですけど、はい、なんか先ほどのその訳してる様子を見てみると、例えばこれは仮括弧やめて、コロンにしようよとか、あるいはここは英語のままにしようよとか、ここは日本語でいこうよとか、なんかいろいろ出てくると思うんですね。その判断が必要なところが用語集から外れたところで、あともう一回その用語集をどうメンテしていくのかって話があって、そこも何を入れるかっていうのは多分判断のポイントがあると思うんです。はい。そのレビューっていうか訳すときと判断するときと、その用語集に登録するとき、対訳集に登録するときの3点で、そういったなんかある程度何かしらの合意って言い方するとすごく大げさなんですけど、共通理解をした上で何かした方がいいような気がするんですけど、そのあたりはやっぱり各自に任せて、レビューアーの観点でいいと思ったものをよくするっていうので、回す感じですか？なんか一人がやるんであれば、そのあたりって、この前こうしたから今度もこうしようとか、今回自分の中ではこういうルール付けで訳していこうとか、なんかできると思うんですけど、うん、なんかその訳、
対役段階からその辺がすごく揺らいじゃうと、なんか揺らいだままレビューも揺らいで、あの最後そのマージしたものも揺らぎっぱなしになって、なかなかこう修正が大変になるかなと思ったんですね。うん、なんか 今例えば、辻田さんに見せていただいたようなところで、ここは今回こうしました、他もこうしてくださいねっていうのが結構ノウハウとして溜まってくると、その辺がこう自然とできるようになってくると思うんですけど、そういったあたりって何かこういうみんなで翻訳するとかいう場合に、工夫する工夫の余地とか何かあったりするんですかね。あくまではこれ私の個人的な経験からお話しするんですけども、このプロジェクトとリポジトリ自体も、オープンソースのプロジェクトなので、で、まあ、業務でない、一応業務とはまたちょっと費用が発生するとかそういうのは切り離されて考えていますので、私自身が。そうですよね。その、まあ、厳密にその決めてルールとか、その用語の反映とかを厳密にした方が、もちろん後の二度手間とかはなくなるとは思うんですけど、はい、そこまでやってしまうと進めないんですよね、先に。そうなんですよね。何かこうレビューアーの方は私は 100% 信じてますので、基本的にはレビューアーの方、まあ、もちろん翻訳者の方でも気になることがあればウィキに書いていただいたり、イシューに上げていただいたりして、そのため の、うん、オープンな話ができる場なので、そこに共有いただけて、はいはい、いただいて、まあ、ノウハウたまってくればまたそうやって効率化ができていくと思いますので、はい、一旦そういうオープンコミュニケーションの場で、はい、そのあたりの相談をしていって進めていきましょうってことですね。そうですね、はい、私はそういうふうに考えてます、はい、なのでもし他に、ね、だからいろんなやり方あると思いますので、ぜひ遠慮なくウィキとかに何でもいいので書いていただければ、はい、いろいろ話をしていきたいと思います。例えばなんか最初の段階では訳したものを一旦その、この黄色い箱の中でレビューしちゃうとか、いろんな方法あるじゃないですか、うん、と思ったんですね。なんかその 今はそのプルリクエストをした段階で中を見てレビューしてって言ったところだと思うんですけど、うん、はい、それだと一人だなと思って。その点に関してはテキストラさんでそのグループ設定ができるってちらっと追い聞きはしたんですけど、ただ、そのアカウント管理が必要になってきちゃうんですね、こっちはこっちで、はいはい、なのでその GitHub もアカウント管理してテキストラの方でも管理してっていう二重になってしまうので、GitHub はすでにオープンになってますから、はい、そこに議論を集約するっていうことでテキストラさん そのレビューっていうかグループ機能は使わない方がいいんじゃないかっていうのが。そうですね、そうですね、はい、はい、その話もしてましたもんね、はい、わかりましたわかりました、はい。いや、まあどういうふうにやっても結構みんなでやるってことはある程度大変なところあると思うんで、はい、おっしゃる通り、どの方がいいのかなっていうのを考えてるだけなんですけど、はい、うんうんうん、ありがとうございます、はい、こちらこそ、ありがとうございます。なかなか私も大きいプロジェクトに関わることが少ないので、いろいろ抜けとかあると思いますけども、はい、もし他にありましたらぜひコメントとかお願いします。一旦大丈夫そうでしょうか。内山さんも今日はありがとうございました。本当助かりました。はい、参考になりました、ありがとうございます。はい、これからね、サービスとして本当に育てていったらすごく便利だと思うので、また引き続きよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、で今日ご参加のね、本当に13人12人の方、皆さんお時間ありがとうございました。一応これ録音してますのでドビキに後でアップロードします。でまたわからないとこあったらどのツールでもいいのでどんどんお話、してください。こちらさんもよろしいですか。大丈夫ですか、こちらさん。はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、今日のミーティングは一旦これで終了します。本当にありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。